ニコラス・スロニムスキーは、ロシア系アメリカ人の作曲家、指揮者、音楽評論家、辞書編集者、作家。実名は、ニコライ・レオニードビチ・スロニムスキー。サンクトペテルブルクに生まれる。両親は、ギリシャ政教に改修したユダヤ人であり、スロニムスキーもロシア正教会で洗礼を受けた。母方のオバイサベル・ベンゲーロバに、ピアノの手ほどきを受ける。 1923年にアメリカ合衆国に移住し、ロチェスター・イーストマン音楽学校に新設されたオペラ部門の伴奏者として働きながら、同校で作曲や指揮法の研究を続けた。2年後にボストンに移り、セルゲイ・クセビツキーの助手としてボストン交響楽団に勤める。この間、ボストン音楽院やマルキン音楽院で、 音楽理論を指導し、ボストンイーブニングトランスクリプト誌やクリスチャンサイエンスモニター誌、エチュード紙に音楽評論家として寄稿するようになった。1927年にボストン室内管弦楽団を結成し、同時代の作曲家にこの団体のための作品を移植するなど、現代音楽の擁護者として活動した。例えば1931年にはチャールズ・アイブズの ニューイングランドの三つの場所を、1933年には、エドガー・バレーズの13人の打楽器奏者のための、イオニザシオンの世界初演を指揮している。1958年に、ベーカー音楽家人名辞典の監修者を引き受け、1992年まで、編集主管を務めた。また、20世紀の音楽界におけるあらゆる重要な、出来事をまとめた。 1900年以降の音楽ミュージックシンス1900を執筆し、音楽独舌辞典座歴史コンオブムシカルインベクティブでは、音楽評論家による作曲家への痛快な小き下ろしをまとめた。スロニムスキーの最も有名な著書は、音階と旋律の方のシソーラスシソーラスオブスケールズアンドメロディックパターンズである。これは、フランクザッパやジョン・コルトレーン。 ジョン・クーリッジ・アダムズや、バケット・ヘッドなど、多方面の音楽家に影響を与えたことでも知られる。著名な門人に、中国系アメリカ人の民族音楽学者、シンシア・ツェキン・バーリンがいる。101歳にて聖居。スロニムスキーは、絶対音感パーフェクト、ピッチと題された、優れた、自助伝を残しており、恩人クセビツキーや、アイブズ、ヘンリー・カウエル。 イーゴリストラビンスキーら20世紀のアメリカ音楽界の著名人について生き生きとアネクドートを語っている。1986年にスロニムスキーは土曜日午後のロサンジェルスの FM 放送番組ダグ・オー・デューニオショーにたびたび出演した。収録風景はニューヨークのテレビ局からのスタッフによって撮影された。スロニムスキーは ちゃめっけたっぷりのユーモア感覚を発揮してみせた。この特性は、ジョニー・カーソンと共演した、トゥ・ナイト・ショーにおいてもたびたび披露されることになる。ご反省においては、前衛的なロックミュージシャンのフランク・ザッパと親友になり、1981年にサンタモニカで行われた、ザッパのコンサートにおいて、自身の作品を上演した。また、スロニムスキーは、 ザッパの娘、ムーンザッパから教えてもらった。グロディトイコールザイコールマックスというフレーズを自分の飼い猫の名前にした。スローニムスキー、ニコラス、パーフェクトピッチ、ーライフストーリー、ロンドン、イングランド、オックスフォードユニバーシティプレス、ピアニッシモ、17、ISBN0 から19から315155から、3個人、アーラン。ニコラススローニムスキー、 author of widely used reference works on music, thees at 101 the, new york times, pianissimo, b6,http://proqust.umi.com2008 年8月4日閲覧個人アーラン、ニコラススローニムスキー author of widely used reference works on music, thees at 101 the, ニューヨークタイムズ、ピアニッシモ、b 六 http、コロン、スラッシュ、スラッシュ、プロ、Quest、ドット、海、ドット、c o m 二零零八年八月四日閲覧。個人、アーラン、ニコラス・スローニムスキー、オーサーオブアイドリーユーストレファレンスワークス、オンミュージック、DS アット1ザ・ニューヨークタイムズ。 ピアニッシモ B、B6 ht、http コロンスラッシュスラッシュ PROQUEST.UMI.COM2008 年8月4日閲覧。スローニームスキー、ニコラス、パーフェクトピッチ、A ライフストーリー、ロンドン、イングランド、オックスフォードユニバーシティプレス、ピアニッシモ25、252 ISBN、ISBN0 から19から315155から3。ありがとうございます。